ゆきのアートグレイス。皆様こんにちは、パーソナリティのゆきです。番組がスタートしまして、今日で36回目の放送を迎えましたが、皆様最後までどうぞお付き合いください。こちらの番組はセルフプロデュースにて、フラワーアーティスト、ハンドメイド作家、シンガー、マルチクリエイターとして表現制作を行っております。アラフィス、アーティストユキがニューヨークカーネギーホール支店までの歩み、そしてこれからの夢や職業を通してのお話、私の生きてきたストーリーなど交えながらお話をする番組です。この番組はスタンド FM より自宅オフィス収録にてお送りいたします。改めまして、こんにちは、パーソナリティのゆきです。皆様いかがお過ごしでしょうか。しかし暑いですね。梅雨明けしてから連日猛暑、外を歩くのが本当に大変、中にはね40度超えの地域もあったりね、熱中症の危険度が極めて高く、水分補給、適切に冷房を使うなどして、万全な暑さ対策で、この夏を乗り切っていきたいですよね。さて、今日はですね、7月31日水曜日、今月最後の日となります。今月は日曜日ではなく、急遽平日の夜に放送が変更になり、お送りしておりますがね、なぜ、今日はね平日の夜なのか、それはですね、ちょうど言いますか、今時期極めて多忙でして、8月1日から委託販売が決まりまして、商品の製作納品や、秋の準備が重なったこともありまして、ラジオ放送の収録編集が28日の放送には間に合わないと、急遽今日になったわけなんですね。時期にしては珍しいスケジュールですかね。体的にはかなりしんどいです。でもね、8月になりましたらかなり落ち着く感じではありますので、一踏ん張りといった感じでしょうかね。それはそうとね、オリンピック始まりましたね。案の定見ていません。というより、先ほども申し上げましたけれども、テレビを見ている時間がありません。子供たちもね、夏休みに入ったのかな。夏休みの子もね、私が子供の頃はありましたが、今はどうなんでしょうかね。私はと言いますとね、夏休みの全般はね、ずっと遊んでましたね。最初の1日と終わる10日ぐらい前に取り掛かっていたような気がします。これ自慢できませんけども、そういえばですね、自由研究なんていうのもあったと思いますが、今もあるのかね。思い出したんですけど、自由研究、私は自分で作って提出しておりましたが、明らかに親が作ったでしょうという出来栄えの方ってクラスに必ず一人二人いましたよね。私のクラスだけかな。クオリティが異様に高いんですよね。本当に君が作ったのかい？的な感じの方が。なぜ
夏休み終わり近くになると皆さん宿題に追われますからね。もうね、親御さんたちも一緒にねお手伝いして、追われているのかな、追われてね、こう仕上げたり、まあ、仕上げないよりは仕上げた方がいいですもんねそういうことか分かりませんけども、まあ、私のクラスにはいました。はい、まあ、そんなこんなでありますが、明日から8月です。私は毎年のことですが、お盆にお休みをいただきまして、福島県の実家に帰省予定でありますが、皆様のご予定はどんな感じでしょうかね。レジャー、観光地、避暑地、お出かけになる方、お墓参り、お仕事の方、さまざまだと思いますが、私はですね、とにかくゆっくり寝る時間を取る予定であります。寝ることを食べることが好きでして、寝ることが趣味なのではないかな、もしかしてと最近思うようになってきまして、先日、まあ、知人とお話をしていた時に、何時間ぐらい寝てんのっていうね、たわいもない話なんですけれども、まあ、私はね6時間ぐらいなんですが、本来は8時間じゃないとベストな状態じゃないんですね。まあ、6時間ですと、まあ、昼食後にね眠気が襲ってくると言いますか、困ったことに、まあ、ちょっと体がやっぱりこう違うんですよね。どっかでこうピピピピって信号出してると言いますか、8時間だとねそんなことがないんですよ。だけどね、まあ、そんな話をしてて、6時間寝てたらいい方ですよなんてね、まあ、周りから言われましたけれども、そしたら皆さん5時間、まあ、6時間といったことが多かったんですね。まあ8時間寝ていないですねという話で、まあ、自分の枕がないと寝れないので日中眠くならないとか、まあ、休日寝ているがもったいないとか、まあ、それで体が持つ、皆さんすごいなと思いながら話を聞いていたんですけれども、まあ、今月ねどこかで時間を確保して、まあ、タイマーかけずスマホも電源落として、まあ、そういったね、寝る日ですね、寝ることに集中する日を設けたいと思っております。まあ、8月ねお出かけになる方も多いと思いますが、熱中症対策もそうですけれども、まあ、事故などにも気をつけてお出かけくださいね。さて、前置きが長かったですけれども、どうぞ皆様最後までお付き合いください。冒頭の方でねお話をしましたがね、弊社のお盆休みのお知らせをまず、8月の12日から14日までお休みになります。ネット通販は8月8日までの受付とさせていただきます。なお、お休み中のお問い合わせお返事は休み明けの15日以降になります。今年もね季節のお花を用いたハーバリウムコースターやペンタテ、年中通してお飾りいただけるアーティシャルフラワーの商品などをご用意しておりますので、まあね、もし気になった方などね、おられましたら、オフィシャルサイトの通販サイトをチェックしてみてください。さて、今日は何をお話しようかと、まあ、正直ねテーマを決めていません。というより、まあ、今回はね実生活のお仕事が忙しく、こちらの方まで頭が回らなかったです。まあ、以前にもねお話をしたことがあったかもしれませんが、アーティスト活動の宣伝活動で、まあ、放送している部分がありますので、まあ、ウェイトがこちらではありません。まあ、ギャラの発生する仕事局のお仕事の場合と違いますので、まあ、こちらのね放送のリスナーの方もこのあたりのことをご理解いただけましたら幸いであったりもいたします。そして今日までですね、福岡県、ごめんなさい、神奈川県、丸い海老名2階で、催されておりました販売出店展示販売会、はい、行かれた方おられましたでしょうか。人間国宝フラワーギストコラボ展、まあ、ハンドメイド商品出店販売、まあ、ユッキーを探せパート3も同時開催していたわけなんですけれども、まあ、今回も私展示販売、ね、展示出店販売をして行っていました、ね、私の商品を見つけることができまして、できましたでしょうか。今回はね2回ほどレイアウトディスプレイを変えましたからね、一人かくれんぼ、
まあ、商品をねご購入された方などおられました時はユキミッケーって写真を送ってくれると良いなと密かに思っていますがね、まあ、送ってくれたからにはねSNS こちらからアップします。さらに最優秀賞ユキミッケ賞に輝いた方の画像はね潜在です潜在ですね潜在で使わせていただくことがあるかもしれないです皆様からのご報告心よりお待ちしております。さて話を少し戻しますけれども、まあ、商品がね綺麗に陳列されていて気持ちよかったですよ。ディスプレイ好きなんですね。で店内をね見て回るだけでも楽しかったりします。まあね露店のね販売やねマルシェ的な感覚とはまた、まあ、違ったりするかなという感想ではあります。以前からね今回の丸井さんのようなところで出したいなと思ってはいたんですが、まあ個人で出すなるとねなかなか難しいところがありまして、出すこと自体はそう難しくないんですよ。まあ一番は自身の商品のブース面積、まあ予算との兼ね合い、まあそういった諸々のことがね、まあ今回もね主催の国際アーティスト連盟さんのねご好意で出展することになりましたけれども、こちらのねアーティシャルフラワーのライセンスを持っておりますので、私がねお店に入った時などはワークショップを同時に、開催しておりました。着物ドレスの、ね、体験もありね、こちらはねカーネギーホール支店時のお衣装にもなりますが、まあ、今回は海老名価格ということで少しお得な価格で体験ができるということだったんですけれども、まあ、本当にお得なんですよ。体験できた方はラッキーだなと思いますね。カーネギーホール出演時の時ね、ニューヨークの現地スタイリストさんのメイク込みで着付けした時はね全然、ね、高かったです、その価格に比べたらお安いですよ。まあ、私はね、まあ、着付けしないので、まあ、着る専門なんですけれども、まあ、着付けしないというよりできません自分には向いてないんです。浴衣ぐらいでしたらね自分で着れますけれども、和装になるとね、まあ、自身には向いていないかな。でもね着るのは好きなんですよ、まあ、そういう人っていますよね。おそらく私だけじゃないと思うんですけれども、はい、来客対応するのがね皆さん、プロのハンドメイド作家さん着付け師ですので、まあ、国内でね出展されている方、海外出展経験の方などね、いろんなお話が聞けるのではないかと。まあ、ちなみに私は国内海外両方ですが、まあ、商品だけでなくね、今日はこの作家さんがお店に来るんだみたいな、明日はこの作家さんが出るんだねとか、まあ、ちょっと行ってみようかな的なね、そういった楽しみ方などもねまだあったりするのかななんて思ったりはしています。まあ、今後もね、丸井さんの方で販売出店、展示販売会で出店する機会がありましたときは皆様ぜひお越しいただけましたらと思っております。それとですね、来月1日から委託販売スタートしますが、全国区で弊社の商品を置いてくださるショップ様などを募集しております。実はですね、番組のスタートの時からお話をしているんですが、例えばですね、飲食店、喫茶店、カフェ、夜のお店、ナイトスポット、道の駅、あとはね、結婚式のちょっとしたお返し物でね、個人の方など、扱ってる商品がね、ハーバリウムの端置き、コースター以外にも、アーティシャルフラワーにスワローをあしらった生活インテリア雑貨なども取り扱っております。来月からスタートする委託店にはね、端置き、コースター、もといですが、スワローをあしらった、フォトフレームや置物なども販売しております。少しね高級感が増していたりするかなと感じる、そういった作品なども含めて、全て一つ一つ手作りです。うちの店に置きなよとかさ、うちの店に置かないとかね、まあそういうねショップさんおられましたらねご連絡いただけましたらと思います。それではここでデビューメモリアル CD の中から上を向いて歩こうすき焼きをお送りします。お聞きください。
上を向いて歩こうすき焼きをお送りしました。さて後半は何をお話ししましょうか。秋にですね、こちらはね地域自治体主催のねものづくりイベントに参加決まっておりまして、日程がですね11月の23日24日の両日、どういったイベントかと言いますと、企業個人などで営んでいるものづくりをされている方々によるものづくり体験、どういった工程でものが作られ工場見学や来場者の方が体験できるという内容でして、工業伝統アートの3部門で構成されており、弊社はアート部門での参加になります。一箇所に、ね、集まってやるのではなく、この日市内各地で行われます。工場で、ね、開催される企業様や工房でされる方、またね私のような工場やアトリエを持っていない場合、ご協力施設で、ね、開催するといった感じになります。その施設がねまた自然が堪能できる場所でしてね、私にぴったりこの日はですね今のところ体験としてお子様から大人の方までご参加いただけるワークショップで人気がありますね。固まるオイルで作るハーバリウムボールペン作り、そしてプリザートフラワーを使った置物作りなどを予定しております。そしてですね、作品の出展販売も兼ねております。それとですね、国内外対応のワークショップになりますのでね、英語の通訳の方が入る予定にもなっております。ジェスチャーでね対応はしておりますが、言葉でより分かりやすく外国人の方でもご参加いただけるような内容になっております。こちらは、時間で区切った予約制になり、事前の申し込みが必要になります。またね、近くになりましたら申し込み専用サイトの案内などこちらや SNS で予定をしております。こちらはね昨年からスタートしたイベントのようなんですけれどもね、昨年交渉のようでして、今回ね私初めての参加なんですが楽しみなんですね。市内宣伝ポスター、パンフレット掲載、学校フライヤーの配布、SNS などね、いろいろなところで、こちらのイベントの広報が今後入ってくると思いますので、見つけた時にはご興味あればぜひご参加いただけたらと思います。まだね、11月ですのでね、これからいろんな、内容がね、ご報告することが出てくると思いますので、いろいろね、入ってきましたら、オフィシャルサイトの方でね告知などをさせていただきますので、皆さんも楽しみにしていてください。それではここで告知などをさせていただきます。私のデビューメモリアル CD 絶賛発売中です。シングル3曲入り、オフィシャルサイトで販売しておりますので、チェックの方をしてみてくださいね。オフィシャルサイトからご購入のお客様に限りまして、カーネギーホールで出展しましたハーバリウム箸置きをプレゼントしております。一つ一つ手作り、この機会にぜひお手に取ってみてください。音楽配信ストアでもご視聴いただけますので、よかったら聞いてみてください。SNS、ネットなどではアートグレースユキと検索いただきますと、オフィシャルサイトが出てまいります。私、ハンドメイド作家もしておりますので、ハンドメイドのオフィシャルサイトも見ることができます。よかったら作品なども見てみてくださいね。8月25日日曜日、東京都板橋区中板橋イルメカフェにて出店販売ワークショップを予定しております。詳細はオフィシャルサイトをご覧ください。
8月11日土曜日、福島県いわき市フラワーセンターにてハンドメイドのワークショップを予定しています。アーティフィシャルフラワーを使い、おしゃれなフォトフレームを作ります。小学生以下は保護者同伴でご参加の場合、2人で1組、中学生以上親子で参加の場合、親子割を適用しております。老若男女問わず、お一人様でのご参加、親子でのご参加、お気軽にご参加ください。サポーター、スポンサー、ショップ様、お仕事のご依頼などはオフィシャルサイトのコンタクトにお問い合わせください。自治体、学校法人などへの出張講習会、福利厚生、地域おこし、お客様向けワークショップやイベント各種、ハンドメイドのワークショップ、お歌の演奏などのご依頼も賜っております。こちらも合わせてお気軽にお問い合わせください。エンディングでございます。スタンド FM からお送りしましたアートグレイス、いかがでしたでしょうか。引き続き番組をお聞きになった感想やコメントはオフィシャルサイトのコンタクト、もしくはブログのコメントの方へお寄せください。番組でご紹介させていただきます。はじめましての方、継続の方、引き続きご聴取いただけましたら幸いです。なおおって YouTube の方にもオンデマンド配信を予定しております。暑い日が続いておりますが、熱中症対策など万全の対策をしてこの夏を乗り切りましょう。こちらの番組はスタンド FM、 月一日曜日2時から。アートグレイス、パーソナリティはゆきでお送りしました。今日は聞いてくれて本当に本当にありがとう。日曜日の昼下がり、またこの時間にお会いしましょう。